コナセラトスカナです。今日は夕方と昼間のピサの違いと地元の人が住むエリアはどんな感じか一緒にドライブしましょう。アルノ川の上流から下流に町の中心地に向かいます。右側にアルノ川が流れています。地元の人のように車を運転する機会はなかなかないでしょうから、観光で歩いてみるのとまた違った景色を楽しんでいただけたら嬉しいです。建物とそれからもう少し先にある今左に見えている建物がピサの市役所になります。ここから徐々に町の中心地から斜塔の方面に向かいます。金曜日の夕方なんですが、こんなにも人がいないのは初めてです。いつもでしたら金曜の夕方は散歩をしたり出かけたりする人でいっぱいになります。右手に見えるのはサンタマリア・デン・ラ・スピーナ教会です。スピーナはイタリア語でトゲのことなんですが、イエス様が貼り付けになった時の茨のトゲが祀られたためこの名前がついています。現在はトゲは別の教会に移されています。アルノ川を渡ります。今度は左側にアルノ川があります。右側にあるのはメディチ家の武器庫だったところです。建物はそのままで、今はピサで発掘されたローマ時代の船の博物館になっています。左手に見えてきたのは高さ18メートルグエルファの塔です。1408年に建てられました。現在あるのは戦争の空爆で破壊されてから再建されたものです。右手にあるのは旧市街をぐるっと囲む5キロほど続く中世の壁です。壁の上を歩けるサービスがあります。洗礼堂が見えてきました。今度は昼間のピサです。右側にアルノ川があります。左の黄色い建物は王宮博物館で、馬車が置いてあったり中世の時代の服などが飾られ、また中世から続くピサの伝統競技ジョーコデルポンテの鎧や道具なども見ることができます。この方が歩くこのエリアは旧市街と呼ばれ、中世の建物がたくさん残るエリアです。例えば左手のレンガ色の建物はアゴスティーノ宮殿といって、1階には1700年代から続く老舗の喫茶店があります。今バスが止まっているあたりに橋がありまして、ピサの街を南北に分けるメッツォ橋です。左手にまっすぐ進んでいくと10分ほどでピサの斜塔に到着します。ここから徐々に住民のエリアに入っていきます。ピサには大学が3つありまして、町中に校舎や図書館が点在しています。旧市街にも多くありますが、ここのエリアも大学の建物がたくさんあります。イタリアはロトンダと呼ばれるロータリーがたくさんあります。この辺りからは観光の方がお越しにならないエリアになります。右手は、税務署や銀行、家電製品のお店やレストランがあります。
ここの近くにいつも人でいっぱいの美味しいお菓子屋さんがあるんですよ。以上、旧市街に近い住民エリアでした。